キャッチー生放送でお送りしています。さあ続いてのコーナーはそれいいなと思う情報をお届けする水曜コーナー、それな水曜日だ。あ、水曜日、はい、さあ今回はですね4回目の登場となります。沖縄在住で100均情報を紹介する人気インスタグラマーのせっちゃんさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今回はですね来月に迫ったクリスマスに向けた情報をご紹介いただけるということなんですが、はい、そうなんです。たくさん持ってきました今日は。はい、私もクリスマス本当に大好きで、あのキラキラがもうたまらないんで、今日はもうとても楽しみにしています。ワクワクしますよ ね、 ね、うん、このクリスマスの準備ってアンリさんいつ頃からされます？私は結構あのキラキラは年中つけっぱなしな感じで、年中そうで、あの玄関にもクリスマスツリーみたいな感じでキラキラをいっぱいつけて置いてあるんですよ、はいはいはい、でもうサンタさんを飾るのはもう大体11月ぐらいからで、こんな感じで、はい、これ自宅なんですけど、これアンリさんの自宅の、あら、おしゃれですね。組み合わせて飾っています。家にやっぱこういうのあるとワクワクしますよね、うん、そうですね、はい、さあせっちゃんさんはどうでしょうか？私はですねもうやっぱりあの10月のハロウィンが終わったらすぐにクリスマスのデコレーションを始めます、うん、あ、なるほど。 あ、これがわ、はい、すごい出てますけど、自宅のですね私のクリスマスの今年のデコレーションなんですけど、はい、これ全部100円ショップの材料で自分で作ったものなんです、このすごい、まず暖炉がすごいですけども、はい、そうなんですよ、暖炉も大きいクリスマスツリーも今ね流れてますけど、はいはいはい、家に暖炉が、そうなんです、100円ショップで買った、はい、材料で全部今年は手作りをしてみました。すごい、すごくないですね。そっか、これで中の明かりも表現して、うん、そうなんです、ツリーもですね、これなかなかこのクリスマスツリーサイズ大きくないですか？これですね2メートル近くあるんですけど、やっぱり買ったら高くつくので、はい、100円ショップの材料でこんな大きなものができたらすごくいいなと思って、今年は頑張って作ってみました。あー、すごい、すごい、はい、こうツリーって飾ろうと思うと幅取ったりするんで、壁にああやってくっついてるツリーってめちゃくちゃいいですね。いいですね、小スペースで、うん、いいですよね、本当にそうです、はい、ということでせっちゃんさん、今日はですねこんな感じの、はい、あの100均でできるクリスマス情報をたくさん持っていただいて、持ってきていただいたということなんですが、うん、はい、うん、持ってきました。今日はですねまずはですねこれなんですけど、ですねこちらです。おお、かわいい、かわいいですよね、クリスマスのピースです。素敵、うん、はい、これもですね100円ショップの材料のみで作ったリースなんですけども、はい、これですねなんとハンガーで作られてるんですよ。ここ見たら多分この部分がね、はい、あ、今作り方の動画が出てますけども、ハンガーに100円ショップのオーナメントをただ通しただけで、簡単に作れる華やかなクリスマスリースになってるんですけど、そうなんです、ね、ハンガー、僕がハンガーだったら肌着干される絶対いいですよ確かにいいよね、こっちの方がなんか嬉しいかもしれない、うん、そうなんですよ ね、 もうね、家にあるものでも作れますし、あの、まあ、100円ショップで買ってこんなに華やかになるので、これは皆さんぜひ作ってみてもらいたいです。あ、オリジナル世界に一つだけですもんね、うん、そうなんですよね、はい、作り方の詳しい動画はこれもインスタグラムに載せてますので、よかったら見てみてください。はい、はい、絶対作ろう子供と、うん、他にも、はい、まだまだあります。ちょっと待ってくださいね、本当すごいですね。そうですね、オリジナルもこれ世界に一つですから本当にですね、作ったものがこちらなんですけど、はい、見えますかね、はい、ちょっと寄っていただいた方がいいかもしれないです、はい、コーヒーカップがこうまるで浮いているような、そうですね、はい、オブジェなんですけども、これも100円ショップの材料だけで作ったものです。あの、うん、作り方の動画流れるから、はい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 、フォークですか？フォークなんです。曲げましたね、はい、グイッとこう曲げてですね固定して、なるほど、はい、フォークで支えてるんだ。そうなんですよ、フォークでコップを置かせた後にまた100円ショップのオーナメントで
こうデコレーションをしていくとこういった風に仕上がるんですね。すごいアイディア、ね、なんか不思議な、コーヒーカップが浮いてるのっていう、はいはいはい、不思議な形をしてるんですけど、簡単にこれも100円ショップで揃う材料で作れるので、いやこのサイズ感はね、家でも手軽に飾ることもできますし、うん、そうですね、こんなの見たことないですからめちゃくちゃ可愛いですね。可愛いですよねこれね、はい、家に飾っていると友達とかにどうやって作ってるのっていう、はい、なるので本当に、うん、これもおすすめです。アイディアすごいですね、はい、そうなんですよね、ま、あのもう一つあるので、じゃあ、はい、まだ持ってきていただいてる、はい、もう一つあります。楽しくなる、はい、次はですねこちらです、はい、あら、あ、これまた、はい、これもですね、100円ショップのボックスとオーナメントで作ったこう華やかなボックスライトです。キラキラしてて可愛い、可愛いですよね、本当にこれがあると一気にクリスマス感がアップするんですけれども、はい、うん、これも100円ショップのボックスとオーナメントをこう組み合わせてくっつけただけ、本当に簡単にできるんですけど、今動画で、ね、流れてますけど、はいはいはい、本当にただ入れていくだけです。あ、なんかこのプレゼントを開けた時のワクワク感を表現したようなそうなんですよね、うん、それでこうライトをつけるとパッと、はい、華やかになって、今ちょっと明るいのであれなんですけど、夜見ると本当に華やかで綺麗です。気分上がりますね。いいですね、一気にクリスマスに来ますね。これはアイデアってこうどこから来るんですか。どこだろう、もうずっと100円ショップの棚見てます、よく 100均行きますけどね、なかなかこんなの思いつかないですよね。でまた買おうと思ってもなかなか探せないような、出来上がったものをね、ついつい買っちゃいますけども、このアレンジは素晴らしいですね。自分でね作ってみるとまた愛着もあって、一味違ったインテリアになると思うので、ぜひやってみてほしいです。すごい、あの大きなツリーも、はい、あれすごい好評だったみたいですね。そうなんです、これですね、TikTok でもうすぐに100万回再生された大きなツリーがあるんですけど、はいはい、うん、これも100円ショップの材料だけで今出てますけど、いや100万回再生、100万回再生いきました。すっごい反響があってですね、はい、作ってみたいという方がたくさんいるので、皆さんもぜひ100円ショップに行って買ってみてください。すごいになりますね、子供と一緒に私も作ろうかなと今思いました、うん、お子さんでも、ね、全部簡単にできるものだけなので、うん、作り方も本当にインスタグラムで動画で分かりやすく紹介しているので見ていただけたらなと思います。ぜひ、ね、気になるなという方は、はい、せっちゃんさんのインスタグラム検索してみてください、はい、私もフォローしてるんですが、このクリスマス情報はもちろんなんですけど、あの他にも100均のこれ便利だよっていう情報もたくさん、ね、載っているので、はい、ぜひチェックしてください。ですね、今日は今後何かどのようなものを上げていく予定とかありますか。はい、もうクリスマスのものがとても反響があるので、はい、まあ、もうちょっと続けていって、またその次はお正月のグッズも、なるほど、はい、手作りグッズとかが紹介できればなと思ってます。仕事に楽しみがあるということですね。ただ高いですけど作って楽しみながらこう、ね、季節を楽しむってすごい素敵なことだなと、はい、感じました。ぜひ皆さんチェックしてください、はい、せっちゃんさん今日もそれなの情報ありがとうございました。ありがとうございました。